はい、こんにちは、スクキワカメと申します。それではモテる男になるためにテニプリからその極意を学ぶということで、ドキサバ山編ですね、続きをやっていきたいと思います。で、今回は7月31日朝の自由行動からになりまして、なんかね、缶詰があったり、本当仕組まれた感が半端なくなってきてるんですけれども、一応朝ね、富士くんがいるんで、富士くんとお話をしましょう。富士さん、今日も暑いですね。そうだね。うん。でも天気がいいから気持ちはいいよ。なんかカラッとしてる暑さだったらね、全然いいんですけどね、ジメジメ、あの肌にまとわりつくような暑さだと嫌だな。そうですね、たまに通り雨が降りますけど、やっぱり野外で活動するからには晴れててほしいです。うん。けどこの島はあまり本格的な雨は降らないんだ。あ、そうなん？そうなんですか？南の方の島って、はあ、雨季と乾季があるだろ。うん。だからこの島もそうじゃないかなって思ったんだ。なるほど。今は雨が降らない乾季なんじゃないかって。まあただの勘だけどね。まあ藤君がそう言うんだったらもうそうな気がするな。あ、でも確かにそんな感じはしますね。だろ。うん。これ満タンなるかな。あ、なりましたね。このでっかいハートを育てればいい感じなんですかね。ほい。で、まだ行動ポイントは3つ残ってるんで、また藤君いるから藤君行きましょう。藤さん、何か手伝うことありますか？ああ、今はいいよ。え？僕はただ散歩しているだけだから。ならその散歩にお手伝いさせてもらえませんかね。そうですか。あ、そうだ。ん？え？せっかくだから手伝ってもらおうかな。散歩？あ、はい、何でしょう。うん、散歩するのを手伝ってほしい。手伝います、手伝います。え？要するに僕と一緒に散歩しないかってこと。もうするしかないでしょう。あ、はい。なんその微妙な反応は、ワカメ。喜べ、もっと。やっぱりこういうところの空気はいいね。そうですね。マイナスイオンがすごそう。そうですね。すがすがしいです。ピャー、どうした？どうしたの？どうした？蜂が！蜂はやばいぜ。スズメバチだ。3匹もいる。いっぱいいるね。アナフィラキシーとかだったらやばいよ。に、逃げなきゃ。ダメだよ、逃げても追いつかれる。うん。しゃがんでじっとしてるんだ。死んだふりを。え？いいから、姿勢を低くして、うん、動かないようにするんだ。動いちゃダメだよ、危険だから。はい。富士山は？僕は大丈夫。大丈夫って、なんとかするか。なんとかするってどうすんだ。でもお、藤君が目を開きましたね。木の枝で戦うの。え、うまくいったみたいだ。もう蜂はいないよ、大丈夫。何うまくいったみたいって今一瞬で蜂を全部やっつけちゃいませんでしたか。あ、うん、ちょっと今挑戦していることがあってね。これほどうまくいくとは思わなかったけど。挑戦してること、あの、怪我はないですか？刺されたりとか。大丈夫、君こそ刺されてない。まあワカメは大丈夫ですけど、あれなのかな、藤君今あの新手にとかで時間を止められるようになりまして、あの僕の時間は動き出すとか言い始めちゃってて、それを今挑戦中なのかな。それで時間止めて蜂を一瞬で倒したとか、そういう感じ。はい、あの、ありがとうございました。すごいな、この頃からその伏線があったってことなのかな。いいんだ。うん。それより早くここから離れよう。はい。近くに蜂の巣があるのかもしれないね。でもうまくいけば蜂蜜も取れるんじゃない。じゃあ、あ、はい。
こまで来ればいいかな、うん、憩いの場になってますね。ここってスズメバチなんかもいるんですね。うん、スズメバチは、うん、毎年死亡者も出るくらい危険な蜂だからね。ほんと蜂怖い。そうですね、ニュースでたまに聞きます。あとでみんなにも注意しておかないとね。ほんとダメな人とかいるかもしれないからね。これは相当仲深まったんじゃないですかね。ほら2個も上がった、すごい。であと2つ、富士くんいるかな。噂とかでもいいんですけど、あれ富士くんもイブちゃんもいないな。噂もないし、どうしよう。じゃあたまにはね、ミオくん行ってみようかな。ん？お、イブちゃん。はい。あ、イブちゃん何？聞きたいことがあるんだけど。お、いいよ、探してたんで、むしろ俺も。うん、いいよ。うん、いいよ。何？イブちゃんの方から声かけてくれるとは思わなかったですね。あんたさ、うん、和食と洋食どっちが好き？和食と洋食ね。洋食かな。でも白米ありきなんですよね。おかずはどっちかっていうと洋の方が好きなんだけど、絶対白米のご飯はないとダメなんで和です。私は和食の方が好きかな。なんだか日本人って気がするし。ふーん、あんたなんかそんな感じ。うん、確かにね、杉本ちゃんとあとワカメだったらワカメの方が和食っぽいもんね。そう？俺もどっちかっていうと和食の方が好きだし。ああ、そう、イブちゃんなんか意外だな。なんか洋食っぽいイメージあったけど。ああ、そうなんだ。そういうわけだから、うん、明日の朝食は和風にしてくれよな。あんた当番なんだろ。おお、いいよいいよ、納豆食べたいね。ふふ、いいよ。あ、イブちゃんもいっぱいになったな。おお、かわいいとこありますね、彼。こんで洋食にしたらすんげえ怒るんだろうな。あ、腰前が噂ついてんだけど、腰前の噂って富士くんの噂なのかな。まあ神尾くんの噂はイブちゃんだよね。とりあえずでも富士くんがいるから噂よりも富士くん行こう、最優先ですね。すごいな、富士くんとこ行くときみんななんか分かってくれてるのか邪魔しに来ない。あ、富士さんこんにちは。ああ、あれどうしたの、手のとこ。ん、なんか怪我でもしたか。え、何が。あ、虫に刺されてる。虫が多いからね。蜂じゃね。気をつけた方がいいよ。さっきの蜂じゃない。熱帯の虫は、はあ、伝染病の感染源になることがあるから。うん、なんか彼岸島みてえだな。脅かさないでくださいよ。マラリアとか日本脳炎とか黄熱病。やめたれやめたれ、富士さん。ごめんごめん、でも本当に気をつけた方がいいよね。みんな肌さらしてますから。大げさな言い方をしたけど、うん、事実無根ってわけじゃないから。そうね、そうですね、気をつけます。虫除けスプレーとかみんな持ってないのかな。さあ、これで午前の行動は、終わったと。今日の作業はいつもより少しハードになった、はい、うん、事情は乾と柳に説明してもらう。なぜ。少しトレーニング要素を高めるべく、はあ、収穫量および作業量を上げておいたこの状況下でトレーニング要素を高めたと。不足しているものも出てきたようなのでな。ああ、そうなんだ。そういうわけで、うん、作業スケジュールは次のようになっている。はあ、どのように。もっとよく見せてください。どうした赤谷君。生活レベルの向上と肉体強化か一石二鳥だな。マジかよなんかほんと踏んだり蹴ったりだよね、彼ね。かわいそうになってくるわ。まあ、そりゃエンジェル化もするっていう話ですよね。探索は少し遠くまで調べることになるが、うん、
十二分に注意するように。遠くまでか。テスカ、蒸し返すようで悪いんだけど、昨日イブが行った場所、全員で重点的に調べてみないか。また否定されるぞ、大石くん。大石、お前の気持ちはわかるが、もう少し冷静になって。ほんと言うことことごとく否定されてるけどさ、大石くん、かわいそすぎない？今は一箇所を調べるより、より多くの場所を調べた方がいいだろう。言いくるめられちゃいましたね。大丈夫だよ、大石。今日は何か見つかりそうな気がするよ。あ、藤君がなんかそう言うってことは何か見つかんのかな。では以上だ。各自作業にかかれ。はい。ってことはみんな探索があるのかな。カイドウ君、いつまで噂を引っさげてんだ。神尾君は。あ、採取、あ、探索、藤君もいますね。じゃあ藤君と探索行ってみよう。何か見つかるかもって言ってた藤君なんで、本当に何か見つかる可能性がありますね。藤さん、これから探索ですか？いや、そうだよ。一緒に行きましょう。一緒に行ってもいいですか？うん、一緒に行こうか。もう行きましょう。はい。うん。今日の探索はどのあたりですか？廃村のあたりをね。大石くんがあんなに言ってね、手塚くんにダメだって言われてたところに藤くん行っちゃうっていう、さすがだな。え、でもあそこってもう小島くんや日吉くんが調べた後ですよね。ああ、だけどまだまだ見落としがあるかもしれないからね。うん、これはもう手塚くんには黙って行っちゃってるのかな。昨日だって日吉が小麦粉を見つけただろ。そうね。ああ、そうでした。だからもう一度調べてみるつもり。分かってくれた？今日見てみればまた別のものがある可能性もあると。はい。ところで君は音楽は好き？やぶから棒ですね。音楽は大好きですよ。はい、好きです。うん、これだな。はい、好きです。じゃあクラシックは？クラシックもね、好きですよ。まあ、ただどっちかっていうと、まあ、ロック系とかそっちばっかりでしたけど、クラシックも、まあ、詳しくはないけど僕も好きですね。へえ、趣味が合うね。ほう。僕もクラシックが好きでよく聴いてるんだ。あとジャズも。あ、ジャズは聴かないな。ボサノバとかどうですか、藤君。ジャズですか？私ジャズのことはあまり知らないんですけど。一度聴いてみるといいよ。ほう。きっと気に入ると思うから。ああ、そうなんだ。はい。おすすめのアーティストとか教えてくれればな。じゃあ君は占いって好きだよ。占い？え、占いですか？そう。ああ、占いね。好きか嫌いかで言えば、まあ好きですけど、悪い結果は基本信じないんで、いい結果だったら信じる。まあ好きですよでいいや。好きですよ。雑誌でも占いのコーナーは必ずチェックしますし、まあ、僕もね、雑誌の占いコーナーしか読まないぐらいですから。そうなんだ。うん。どんなところがいいのかな。どんなところがいい？やっぱりいい結果が出ると嬉しいですから、まあそれだよね、一番はね。あとなんかラッキーアイテムとかそういうのも書いてあるし。悪い結果だったら？悪い結果だったら信じない。悪い結果でも大抵フォローする方法が書いてありますから。まあまあ書いてはあるけどね。なるほどね。うん。富士さんは占い好きなんですか？僕はあまり客観的には言えないな。客観的には言えない。え、どうしてですか？だって姉さんが占い師。姉さん占い師なの？え、そうなんですか？うん、藤由美子って言ってね。はあ。タロット占いの本とか出してる。あ、お姉ちゃん占い師っていう設定だったっけ。ほーん。あ、その本見たことあります。友達が持ってました。よく当たるって評判でしたよ。そう。それじゃ姉さんに代わってお礼を言っておくよ。え、サインを。そうだったんですか。でもそんなによく当たる占い師がお姉さんだとかえって困りませんか。どうして？
あ、確かにね、先のことをズバズバ言われちゃう可能性も だって先のことをズバズバ当てちゃうんですよね。占ってもらってうまくいかないって結果が出たらやりづらくないですか？大丈夫だよ、うん、姉さんだって百発百中ってわけじゃないし。そうか、百発百中じゃないのか。本当に大事なことは占ってほしくないから、うん、うん。まあ何でも見境なく占ってくるっていうことはしないんですかね。え、どうしてです？自分の力で何とかできることは、うん、結果を先に知りたくないからね、うん、まあそりゃそうだわな。それに、うん、そういう時は悪い結果が出ても自分の力で何とかしようって思うし、うん、運命なんていくらでもね変えられますから、自分次第。あ、そうか、そうですよね、大事なことは自分で何とかしたいですもんね。そういうことかな。うん、そうか、占いしか。姉ちゃん、少し涼しくなってきましたね。そうだね、木陰が多いからかな。あ、でこぼこになってるから足元に気をつけて。優しい気遣いだな。あ、はい。山歩きはだいぶ慣れた？山歩きね、おっと、そうですね、まあそうですね、だいぶ歩き回ってるからね。そうですね、手塚さんに教わったコツを使うとかなり楽です。うん、そうだろうね、うん、でも無理はしない方がいいよ。疲れたらいつでも言ってよ。ほんと優しいな、藤くん。はい、わかりました。休むことだって重要なんだから。うん、ほんと王子様だな。はい、あ、藤さんって勉強で得意な科目って何なんですか？また話題をくるっと変えたね。僕、うん、僕は古典かな。おお、古典、古典ですか。君は古典は得意なの？いや、古典ね、全然ダメで、なんかあの レテンとかがつ、なんかレがついてると逆に読んだり意味が分かんなかった。それが苦手でって言えば教えてくれるかな。今度僕が教えてあげるよって言ってくれんのかな。いや、苦手で、いや、それが苦手で。そっか、うん、今の言葉とは違うところが多いからね。うん、そうなんですよね。富士さんは古典が得意ってことは本もよく読むんですか？それはあんま関係なくないか。今の本ほとんど古典じゃないと思うんだけどね。そうだね、うん、それなりに読む方だと思うよ。うん、乾や手塚にはかなわないけどね。君は本は好きなの？まあ、彼らはすごい読んでそうだもんな、確かに。まあただ僕もね、本は好きですね。よく漫画くらいならっていうほど、まあでもただ昔に比べると時間があんまりないんで、そんなにあの文庫とかね、小説系は読まなくなりましたけど、まあでも好きですね。はい、好きでよく読んでます。どんなジャンルが好きなんだい？ジャンルあまり一定してませんね、いろいろなんです。まあ基本なんかミステリーとかそういう系が多いのかな。へえ、勉強家なんだね、君は。いえいえ、もう語彙力が全然なくてね。そう、そんなことないですよ。素晴らしい、一気に上がっていくな。距離的にはもうすぐのはずだけど。うん、あ、少し道が開けてきてませんか？そうだね、多分あと少しだよ。お、いや、音楽がさ、ここだね、例の廃村。廃村、こんな怖い音楽なの？そうですね、まあ確かになんか吸血鬼とかいそうだわ。さて、じゃあ一緒に。どうした藤くん、どうかしたんですか？うん、ちょっと誰かに見られてる気がして。マジで？え？でも誰もいないみたいだし、気のせいだった。気のせい、気のせい。私は何も気づきませんでしたけど。うん、多分気のせいだね。それじゃあ村の中を調べようか。マジでか。はい。え、すんごい不穏な感じになってきたな。富士さん、そこの粗大ゴミなんだか気になりません？あの富士くんの後ろにあるやつですかね。ああ、君もかい？うん、僕も少し気になって、何かを
隠してるみたいに見えるよね。あれどかして井戸とか出てきたらマジ笑うんだけどね。ですよね。ちょっとどけてみようか。どけんの？手伝ってくれる？はあ、はい。なんだ、死体とか出てこない。これもしかして井戸ですか？うん、そうみたいだね。本当に井戸だな。貞子来るぜ。へえ、テレビで見たことはありますけど本物は初めて見ました。そうだね、うん、井戸なんてあまり見かけないし。覗き込んだりすんなよ。中ってどうなってるのかな。ダメだよ。そうだよ、やめとけ。ワカメ、もう覗き込んじゃったよ。え、でも中も一応確認しとかないと。あ、どうした、落ちた、落ちた。これ危ない、やばいぜ。おお、お、素晴らしい。危なかった。古い井戸だからね。うん、崩れやすくなってるんだ、気をつけないと。さすがにちょっと不用心すぎるぜワカメ。あ、ありがとうございます。怪我はないよね？ないです。はい、大丈夫です。でももうちょっとこうしていよう。よかった。お、お、なんかすごいキラキラした。お、めっちゃ上がりますね。すごい。この井戸も古いだね、うん、特に変わったところはないか。まあもうこの村自体が変わったところだらけだと思うんだけど。そうみたいですね。それじゃあそろそろ。うん、うん、どうした？まただ。また誰かに見られてるような気が。マジでか。君は感じなかった？何にも感じないですけどね。はい、私は別に。そう。だったらいいんだけど。じゃあ帰ろうか。うん、帰りますか。井戸見つけたって言うのかな。はい。うん。はい、てなわけでとりあえず探索が終わり、まだ行動ポイントが2つね残ってはいるんですけれども、いいお時間になったので今回この辺にして。あ、でも藤くんもイブちゃんもいないな。まあ次回適当に時間をじゃあ潰して、この先をねまた進めていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。